はい、どうも。僕のチャンネルの視聴者って今までは 99% 以上が男性だったんですけど、最近女性の視聴者が 3-4% に増えていて、とても喜んでいる高校サッカーペチです。まあ、たった 3% かと思う人もいると思うんですけど、まあ1000回だったら30人、1万回だったら300人女性の方が見ているという計算になるわけですよ。まあ女好きの私、老若男女いろんな人に見てもらいたいと思っている僕にとっては、このデータはねすごく嬉しいです。はい、今回はアンダー16世代の逸材攻撃的ミッドフィルダー編パート3をやろうと思います。小原義隆、2年、青森山田高校、プリンス東北、本来はプレミアイースト、横浜 F マリノスジュニアユース出身のテクニシャン。創造性とテクニックはチーム屈指で、ドリブルとパスを使い分けチャンスメイク。2年生ながら超名門の青森山田高校のレフトサイドハーフのスタメンを射止めています。新井優太、1年、昌平高校、プリンス関東、1年生ながら右サイドハーフのスタメンを張る、意外と昌平には珍しいレフティの選手だが、密集地帯でもボールを持てる昌平らしいテクニシャン。右サイドでボールを持った時は非常にワクワクさせられる。昌平は本当に毎年次から次へと逸材が出てきて素晴らしい。スタメン半数が出身の昌平高校の下部組織である FC ラビーダは今年関東アンダー15リーグを優勝したし、要は関東の全クラブのナンバーワンですね。来年もすごい逸材が入っていきそうですね。山崎大進、2年、横浜 FC ユース、プレミア関東、本来はプレミアイースト。プレミア経験や1個上の代表経験含めて04ジャパン屈指の経験値を持つ切り込み隊長。左サイドから抜群のスピードで縦にも中にも突破し、クロスやシュートでチャンスを作る。今年のプレミア関東では昇格1年目ながら優勝に貢献しました。ただ彼ほどの選手でもこの代表ではスタメンを確約されていません。清水優斗、1年、横浜 FC ユース、プレミア関東、本来プレミアイースト。密集地帯でも巧みに相手を外せる技術が光る小平。前方にスペースがあれば積極的に運んでいく推進力もあり、チャンスを作り出す。右サイドハーフでコンスタントに出番を得ています。ボランチでも面白いと思います。
岩崎相馬1年東京ヴェルディユースプリンス関東、高2進級時に飛び級トップ昇格をしたあの真宙を放送させるレフティーです。高いテクニックでチャンスメイクします。特に右サイドからのカットインが見ものです。スーパー中学生の橋本陸斗も含め、ヴェルディは特にレフティーのミッドフィルダーに逸材が湧いてきますね。橋本陸斗、中3、東京ヴェルディジュニアユース。中1でアンダー15代表、今年3月にはトップで練習試合に出場、今年9月にはプリンス関東デビューした逸材レフティ。数々の飛び級で中学生離れした経験を積んでいるだけあって、すでにプレーに自信がみなぎっている。テクニックやスピード、クレバーさだけではなく、ユース相手でも当たり負けしない強さもあり、久保建英を放送させる。違いを埋める選手です。来年のアンダー17ワールドカップでも期待です。コロナがなければ誰も超えることができないと思われているあの森本孝之の J 史上最年少デビューもあり得ただろうと思います。まだ中学生 J リーガーという肩書きのチャンスは残っていますが、渡辺アレキ、中3、湘南アンダー15、関東1部。19年はメディコンカップのイーストメンバーに唯一の中2として選ばれ、レフトサイドハーフで躍動。非常に小柄な体格を逆手に取った機動力と重心の低いドリブルが魅力。臆せず果敢に仕掛ける。育成に長けた湘南ということで、成長が楽しみです。あ、どうも、高校サッカーフェチです。今夜の歌は、合唱コンクールとかでも歌ったことのある有名な曲を歌いたいと思います。レッスン、聞いてください。翼をください。今、私の願い事が叶うならば、翼が欲しい。この青空に翼を広げ、飛んで行きたいよ。 Fly away。 悲しみのない自由な空へ、翼をためかせ行きたい。両手広げて大空へ旅立ちたい。ありがとうございました。寒い。